今日はですね、奈良のアイドル鹿さんをご紹介したいと思います。奈良にはですね、奈良公園というところがありまして、そこには鹿さんが約1300頭ぐらい住んでると言われています。で、鹿さんのオスとメスの区別どうやってつけるのとよく聞かれるんですけれども、オスの鹿さんには見ての通り角があるんですね。今ちょっと角よくわからないなって感じなんですけれども、少し赤っぽくなってるところがあって、これ角が生えてくる印なんですよ。角の生えたての頃は非常にデリケートで柔らかくなってます。普段からあんまり鹿さんの角なんか触らない方がいいんですけれども、この生えかけの時は特に注意して触らないであげてくださいね。奈良のアイドル鹿さんでした。ではまた。鹿さん、目線あちらです。